料理家で国際中医薬膳師の斉藤奈々子です。薬膳とは季節に合わせた食材を食べることで体調を整えるというのが基本的な考え方です。身近な食材で簡単に美味しく作ることができるので、皆さんもチャレンジしてみてくださいね。テーマは和食の副菜レシピです。この料亭の味フリーズドライつぐみそを使って簡単にできる副菜をシリーズでご紹介します。また日本の暦にある二十四節気に合わせて季節の食材を選んでいきたいと思います。12月下旬は冬至です。昼が一番短く太陽の力が弱まった日とされていますが、この日を境に再び力が戻ってくるという意味もあります。このかぼちゃを食べて無病息災を祈る風習は広く知られていますよね。かぼちゃは薬膳でも温性の食材で体を温めるとされています。今日はこのかぼちゃを使った副菜レシピ、かぼちゃの味噌そぼろ煮をご紹介します。それではかぼちゃを切っていきたいと思います。はじめにこのようにスプーンを使って種と綿を取り除いてください。種と綿を除いたらおよそ3センチ大に切っていきます。かぼちゃを切るときは硬いので、このようにテコの原理を利用して体重をかけて切っていただくと切りやすいと思います。それでも切りにくいときはレンジで30秒ほどラップをして加熱をするなどすると切りやすくなります。はい、このように切れたら皮を一部このように軽く切り落としてください。こうすることで火も入りやすくなり味なじみも良くなります。こちらでかぼちゃの下ごしらえは完了です。それでは調味料を合わせていきます。お水です。みりんです。お酒です。片栗粉です。そしてつぶ味噌を大さじ1と1/2入れていきたいと思います。つぶ味噌はこのように顆粒状なので水分にとても溶けやすく、煮物に使っても全体に味ムラがなくよくなじみます。こちらに鶏のひき肉加えていきます。こちらがそぼろあんのベースになります。ひき肉がしっかりと全体にばらけてなじむまでこのように混ぜるようにしてください。片栗粉が入っているのでそぼろあんもしっとりとした仕上がりになります。ムラなく全体が馴染んだらかぼちゃを加えていきます。かぼちゃははじめにこのように皮面を下にして入れるようにしてください。火の通りにくい皮面の方が煮汁に使っているとしっかりと加熱をすることができます。ではこちらこんな感じでふんわりとラップをして600ワットのレンジに3分ほどかけていきたいと思います。はい、こちらで初めの3分の加熱が終了しました。ラップを外していきます。この時加熱したては熱いですのでやけどとお気をつけください。一度混ぜていきたいと思います。このように途中で一度混ぜることで、あんもかぼちゃも加熱のムラをなくすことができます。しっかりと底の方から混ぜるようにしてください。それでは再び、かぼちゃをなるべくあんや煮汁に浸らせるような状態にしていただいて、もう一度レンジで3分ほど加熱していきたいと思います。こちらで2度目の加熱が完了しました。こちらを一度混ぜておきます。混ぜて全体がなじみましたら、先ほどのラップをかけて
そのまま5分ほど置いといてください。熱々で食べても美味しいんですが、少し時間を置くことでかぼちゃにより味が入っていきます。こちらで完成です。それではいただきます。とても美味しいです。かぼちゃのほっくりした食感が冬にもぴったりの一品です。顆粒状の粒味噌なので、かぼちゃにもしっかりと全体に味が染み渡っています。よければぜひ作ってみてください。レシピは概要欄へ。チャンネル登録もお願いします。